はい、どうもこんにちは、ヤンです。今回はね、ポートガス TES 決勝戦ですね。こちらのね、斬撃パーティー、やっていきたいと思います。で、ちょっとね、無課金でもいろいろ頑張ったんですけどね、ちょっときつい。ということで、ちょっとこれでやります。ちょっとね、やっぱ、決勝戦はね、ちょっときつい。というか、無課金はおろかね、フェスゲンいないときつい。っていうので、ちょっとね、これでも頑張った方です。ちょっとこれが限界でした、正直。これ以上はちょっときついかなっていう感じはします。あ、そっち。ちょっとこれ以上はね、ちょっと無理でした。一応このパーティーだとマルコ入っちゃってるんでね、無課金って言えないんで、ちょっとマルコ持ってないってなると、ちょっとね、厳しめですね。まあ、もしかしたらね、他に、誰か、動画上げてるかもわかんないんで、無課金でね。そしたらまあそれを見ていただいて。まあちょっと今回多分きつめなんだよね。多分。今回ってかもう最近ね、きつそうだね。無課金だとちょっときつい。なんか無課金でできたとしてもスロット運が必要とかね。資源使ってもスロット調整必要とか必須だったりするんで、まあフェス源使ってスロット調整ミスってってことを考えると、こっちの方が時間はかかるけど安定はするかもわかんないです。あで、まあこの辺はね、普通に、食らわないように、貯める感じですね。いつも通りですね。で、肉はね、回収できるだけします。特にターンダメもそんなに、しなくていいし、そんなにですね。まあできれば、スロットも揃えたいですけど、まあそんなに。必須ではないです。この辺も突破しちゃいます。これはね、もうちまちま、こうしますちまちま、ちょっと動画が長くなっちゃうんですけど、一応ね、フェス限でもいろいろ考えたんですけど、フェス限で考えてもきつい。サボパでクリアしようと思ったんですけど、サボパも結構きついんでやめました。っていうのもセネラピンク育ててない。使えるのにね、育ててないんで。で、ちなみに、この中、ブロックブロックっていうのかな、なんか、5枚状ブロックがかかってるときは、外調整します。基本的には。あ、順番、違うわ。どこだっけ。今回のきついところが、こいつがね、心と血しかひたすら使えなくしてくるので、それがね、えぐいね。
これだと耐久パ以外だと、もう、実質ね、心と地属性しか使えないってなっちゃうんで、まあ、きつい。ので、ちょっとね、今回難しいよね、結構ね。一応ね、半分切らないように、攻撃していきます。で、何ブロックのやつ、5枚以上ブロックのやつが消えた時に攻撃します。例えばここで心ショットが揃ってなくて肉ばっか来てる場合は肉回復でもいいし、逆に今心ショット切ったんで肉回収せずにワード危険にしましたけど、まあその辺はね臨機応変にやってもらえばと思います。なんかこれといってこうした方がいいとかいうのは特にないんで、削り方に関してね。で、こいつね、弱らしても何もしてこないので、というか、エースもしてこないし、ピストもしてこないんで、ガンガン削っちゃって大丈夫です。こういう時はね、もうスロット、誰も揃ってないんで、もうパーフェクト転移します。まあ当たり前なんですけど。で、ちなみに今、心スロットを捨てて攻撃したのは、まあ、次のターンでね、ドフラミンゴを打っていくので、まあ、心スロット来なくても、まあ、今、偶然来てますけど、まあ、誰かにね、心スロットくればいいと思ったんで、使っちゃいました、心スロット。で、さらに、これ多分ね、揃えてもね、どの道、そう、どの道ね、多分削り切れないんですよ。だからしょうがない一発食らうことになると思います。あ、削れたさっき削れなかったんですけどね、削れた。で、ここはねもうひたすら終わってくる。ここもひたすらもう叩いていく。まあクロコダイルのねスロットが来てくれる、おー全然来ないね来てくれるかどうかによってだいぶ変わってきますね。耐久するだけなんでかなり時間かかります。あ、てかここの最初の1ターン目でもしかしたらドフラミンゴ使ってもたまに直すかな。うん、たまに直すかもしれないね。まあそう考えると使ってもいいかもしれない。で、Sの攻撃はね、9980なので、ここでね、ちまちま肉を取ったところで何も変わらないので、肉は取りません。合計体力は例えば、ね、今89600円ついて、毎ターン回復がついてるんで、まあ、9万以上に勝手になるんですよ。9万以上っていうか、なんていうか、9回くらえることになるので、
もし計算上それなんなくて2回収しなきゃいけない場合は2回収します。まあその辺はね、まあ皆さん分かってると思いますけど、臨機応変にねやっていただければ。次で削れるかな、どうかいけるかな。あ、そうか、前にターン攻撃だから大丈夫かな。チスロット運動します。クロコダイルのいいところが必ずチスロット1個を作れるので、まあ、ここからはあんまりスロット運が必要ないというか、あんまりっていうか必要ないかな。おお、偶然来た。まあ、今マルコをチスロット取っていたのは、まあ、ドフラミンゴで移動させるためです。クロコダイルが今揃ってるんでモモンガ使っちゃいます。まあ、本当はねモモンガに心ソロットが来てる時の方がもちろんいいんですけど、まあ大丈夫です。でもう一回ねドファミンゴ使います。で、エース膝ついてますけど、まあ、さっきも言った通り何もしてこないので、てかここでモモンガ使えばよかったね。今モモンガすごく揃ってるんで、ちょっと何ですかね、うん、こういうふうに何もしてこないんで、まあ、もう一発食らえる余裕があるって感じですね。結構ね本当余裕あります。でマルコも1回しか使わないんで、スキルマーじゃなくて大丈夫、スキルレベル1で OK です。でマルコを持ってれば OK って感じです。うん、こんな感じでね、結構余裕。クロコダイルももう一回使えるんで、もう一回っていうか使えるんで、うん、だいぶ楽っすね。ビスタのところでね、スロット状態が悪すぎるときにクロコダイル使ってもいいし、うん、本当に臨機応変にやれるというか、うん、マルコ持ってれば OK って感じなんで、まあ、あとはレベルをちょっと、うん、まあ、結構余裕あったんで、そんな、全マックスじゃなきゃいけないとかではないんですけど、まあ、上げた方が安定するって感じですね。まあ、でも、これでも結構安定してたんで、もう一発くらえるし、クロコダイルも残ってたしって感じなんで。うん。てか、スキルマーだともう一回溜まり直すのかな？ギリギリ。あ、溜まんないか。なんでいいか。まあまあまあ、でもね、結構安定するんでおすすめのバージでございます。以上ね、コロシアムカオスのエースでございました。ご視聴ありがとうございます。